はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラゴンクエストモンスターズイルトルカの不思議な鍵やっていきたいと思います。今日はですね、最強のパーティー、僕の考える最強のパーティーができましたのでお披露目したいと思います。そのパーティーとは、じゃーん、ゴールデンスライムメタルカイザーのペアですね。これモンスターズシリーズの初期の頃から使ってるコンビなんですよ。昔からこの2人のコンビをずっと使ってるんです。でやっと今作での、完成形ができたかなというところで、お披露目ですね。まあ少し戦っても見たんですけど、結構強いはいと思ってますで、ちなみにちょっとね、少しずつちょっと紹介していきたいんですけど、基本的にはもちろんメタル系なんで、息は通じないです。はい。なんで、スキル見てみましょうか。ヒットポイントアップスペシャル、守備力アップ3、ミルドラース、ダイヤモンドスライムを入れてます。こっちも一緒だったんじゃなかったかなそうですね、一緒ですよね、にしてます。もちろんね、この辺ヒットポイントとか守備は分かると思うんですけどね。でミルドラース、 これで悪夢の呼び声と息ですね、息系での攻撃が主な火力、この子たちの火力になると思います。たまに魔法系使ってますけどね。なんでそれとね、特性見てください。まず1個新生配合で特性入れ替えれますよね。でビリビリボディにしてます。これ皆さん気づいてないかもしれないですけど、ビリビリボディ最強っすよ。最強、ビリビリボディ最強。これ2人ともビリビリボディ最強。息が通じないんで、みんな殴りに来るわけですよ。殴ってきたところ瞬間ビリビリですから、すぐ麻痺。あ、これしかも紋章で SP にしてるんで、確率も結構高くなってます。これ結構いいですよ、ビリビリボディ。皆さん、はい。で今結構流行りなのが、ダイヤモンドスライムメタル系で目代わりして、火力3人ね、守って、そこが飛んできてね、ご利用されるという感じのパーティーが多いと思います。でその火力のところがメタルハンターだとか、キラーマジンガー、メタルハンターじゃないよね、キラーマシンか、キラーマシンとか、キラーマジンガー、キラーマシン2とか、あの辺あたりなんですよ。ビリビリボディ相性バッチリ。殴ってきた瞬間もうね、麻痺ですよ。これ気持ちいいっすよ。それで身代わりしてるそのメタル系だとか、いますよね、やつらは、悪夢の呼び声、これで、ダメージを叩き込んでいくという、ビリビリ3匹ビリビリさせながら身代わっているやつを悪夢の呼び声で倒していくという感じ。一気には倒せないですけれども、徐々にこう真綿を絞る感じ、これで倒していく感じのパーティーになっていると思います。はい。で、そうだね、SP をつけているというところですね。それと、装備は王の尺状にしてます。これ一応悪夢の呼び声って賢さ依存なんですね。ダメージ量が上がるために。賢さを少しでも盛りたいということで、王の尺状が、賢さがつくんですね。賢さがアップになってるんで、それを一応採用してます。はい。何でしたっけ、もう一回、光の杖が多分一番最高ランクの杖だと思うんですけれども、凍てつく波動とか使えるやつなんですけどね。まあそっちの方を持たしたことないんですけど、まあとりあえず賢さでね、ダメージ上げて少しでも身代わりのやつらを倒したいかなというところですかね。はい。これが
とりあえず1回目の私のね、僕の考える最強パーティーどうでしょうかこれ。はい、それで、とりあえずそんな強いのということで、どんぐらい強いのか、見せるために、お見せするために、ここに来てみました。タコマスター更新、ここでね、見知らぬ人とね対戦して、強さを分かってもらいたいかなと思います。はい、ここは目押し。はい、マスタースライム。はい、これもセットしとこうか。さあ行きますよ。対戦してくれる方ありがとうございますね。まあ、最初の方は多分普通に倒せちゃうんでこの辺はいいと思うんですけど、後半ですね、後半3組ぐらいが、ガチのメンバー来てると思うんで、そこでね、本領を見せれればなというところですね。そこまでちょっと、お待ちください。一応消化しながら。この家は何気に持ってなかったんでね。新章セイラン、こんなのいた？いなかったよね。何気に嬉しいんだけど。鍵なんかもね、これ どうやって処理しちゃっていいか分かんないね。ありがとうございます。皆さんもやっていく中でこのゴールデンスライムとかメタルカイザーのペアセットって見たことありますかね。なかなかないですよね。私も対戦していながら相手でこの組み合わせが来たってことはないんで、ゴールデンスライムが1回ぐらいあったかぐらいですね。うん、やっぱりね、人と違うパーティーを作って強くね、どうだっていうのが面白いですよね。だから一体超ギガサイズでね強く作れるやつ、あれも結構うまい人いますよね。ああいうのも作ってみたいんだけどね、一体だけでね、超ギガサイズのやつだけで。あれってどういうスキル組んでんだろう。であとなんだっけ、モンスターコンプリス、もうそこまで最後の方まで行ってないんで、これ作りたいなっていう、育ててみたいなっていうモンスターもいるんですけど、そこまでまだ作れてないんでね、またそのうち作っていきながら紹介できたらと思いますけどね。でもまあそこそこは作ってますよ、もちろんね、そこそこは作ってますけれども、やっぱりドラクエ11とかで出てきてるモンスターなんかは使ってみたいですよね。鍵もらっちゃっても困っちゃうんだよな。うん、まあこれ、ちょっと待ってよ、レベル50か。まあまあガチじゃないかな、まだね。メタルゴッテスもな、結構ガチで組んでる人いるからね。まだ作れてないけどね、自分も。
お、虹の卵嬉しいね。さあ何と書いていく、これでいいか。そろ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 強いの来るんじゃない？あーまだか。そろ来るか、そろそろ来るか。あーこれ来たね。さあどうでしょう、行ってみましょう。ここで本領見せれるかどうかだね。はいはい、暴走機関、はい身代わり。え、あいいのか、そっかそっか、一気でいいのか。いや、向こうもってことは、ほら、ほら、見て見て見て。ほら、ビリビリボディ。はい。はい。おぉ、ゾーマやるやんけ。でも、大丈夫。こっちは息で行くからね。これビリビリさせたいな、ビリビリさせたいな。でしかもこのあのビリビリボディの相手麻痺させてるじゃないですか。もう3ターン以上拘束してるからね。これ大きいよね。あのランダムなんですけど、一旦で解けることはないんですけどね。3ターンとか結構もう 5ターンぐらいずっとビリビリしてるからね。これ結構大きいんですよ。いやこっちはね 1,2 回行動だからね。これビリビリさせてくんねえかな。あれ耐性ついてんのかな。ハートナイト、あこうこうでしょ。これ治ったとしても次のまた来たらねすぐビリビリしますよ。これキラーマジンがすぐビリビリするよ。ほら見てこれ、これ見て。あいいよ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 。能力つかなかったよ今回。よし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 、いいよいいよいいよ。どうですかどうですか。ちょっと少しあのやりたいことが見てもらえたと思うんですけど、これですよ。相手の火力を黙らせる、その間に身代わりを倒す。ありがとうございます。対戦してくれた方ありがとうございます。さあ次はどんな相手かな。あこれね正直微妙なんですよ。さっき言って4あのね4回行動強いんだ。あしかも SP つけてるってことは相当鍛えてると思うよ。これね難しい。あこれ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 、いや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 、あーあーあーあああ、次だ、次次次次次、あ耐えた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 、うん、あーしかも一ターンですか攻撃が。もうちょっといってほしかったな。1、2ターン攻撃になったんで、あ来た、いけるか？
さあ何ターンしびれさせるかによる。いいよ。いったよ。見た。やりましたよ。いやー、まさか神竜をしびれると思わなかった。危ない。でもどうですか、あのビリビリボディの威力見てもらいました。いやー、いやー、よかった。これでもう、これリバースパーティーじゃないの。あー、わかんない。なんだ、こういう子たちとは戦ったことない。はい。どうなんの？どうなんの？あ、こんなことあんの？ラブリースピード。はい。はい。腰振り効かないっしょ。でしょう。はい。フィリー、来ない？あ、来ないか。あ、もう。はい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 。そう。メガンテに効くのも大きいっすよ。はい。あ。はい。メガンテ効くの？メガンテ効くんすか？うち。いや、今うち倒せってくんない？ちょ。さあ、どうなる？わかんない。どうなるか。はい、ビリビリボディ。これ良くないですか？ベホマズンね。いや、何してくるかわかんない。この相手は。また攻撃してくるんない。ああ、危ない。ああ、ビリビリ。ああ、向こう治っている。よし。さあ、向こう何してくる？はい。よーし。これですよ。はい。これどうですか。いや、メガンテパーティーだね、これね、相手ね。メガンテって聞くの、ゴールデンスライムに。そうだったかな。でもね、見てもらったようにビリビリボディがやっぱり良かったですよね。もう相手に何をさせないっていうのがもう最高ですよ。こう痺れているところをこっちからじわじわ行くのが、これまた、これこれどうだ。これもなんか、なかなか、ビリボディ。はい。もう踊らせないよ、あんたには。もう腰振ってないんだけど、ずっとね。あー、リザオーラルなんだ、あんた。はい、どう出る？とか、勇気の旋風系かな。痺れない？よし、あ、ああ、なるほどね。いいんじゃない？よし。いいんじゃない？あ、ビリビリはしない。ここをビリビリさせたいね。当たるない。あ、ほら、見て。ビリビリボディ。これもう最強でしょ。
ちょっと良さ分かってもらいました。ダイヤモンドスライムの身代わり系はいなかったですけど、それが本当に見せたかったですけどね、一番ね。こうなるんですよってところをね。でもまあまあまあ、ビリビリボディを披露できたのが良かったですよ。光の杖。ということで、全勝しました。どうですか？どうですか？見てもらえましたか？で、これでもね、勝てないパーティーあるんすよ。やっぱりね、4枠。超ギガサイズの、さっきの新竜王でもうちょっとね、火力、やっぱ4ターンはつらい。4回攻撃されるのはつらい。最初に兜を割りされて、守備力下げられて、ゴツンゴツンっていかれるのが、もうどうしようもない。で、新竜王4枠って痺れないじゃないですか、基本的に。だから痺れないんで、負ける。うん。で、あと、うん、そうだな。やっぱ4枠だな。4枠が勝てないね。うん。でもさっきのね、新竜王には勝てたんで、良かったですよ。ビリビリさしてね。はい。ここで、披露できたのは嬉しかったです。ビリビリボディね。皆さんもよかったら、使ってみてください。特製ですね。特製ですね。はい。ビリビリボディ SP。はい。で、この2体も結構ね、集めやすいはずなんで、はい、育てやすいと思いますし、オールマイティに強いんでね、はい。まあ一部のキャラには勝てないと。で、本当はね、もうちょっとね、スキルなんかは、HP アップスペシャルと、守備アップ3は必須なんですけど、あとは、なんかね、悪夢の呼び声ができるやつ、があればいいぐらいなもんなんで、何でもいいですけどね、スキル2つはね、下の2つはね、うん、ここはね、もうちょっといろいろ組み合わせてみても面白いとは思いますですね。はい、ということで第1回俺じゃない、僕の考える最強パーティーです。はい、またね、第2弾ができたらお披露目したいと思いますよ。はい。本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。